禁止党はアメリカの政党である。禁酒主義に基づき、アルコール飲料の販売や消費に反対することが主な政治思想である。現存するアメリカの第3党の中では最も古い政党であり、禁酒運動の中心的存在であった。アメリカの主要政党になることはなかったが、19世紀後半には共和党の票を奪い、第三政党制における重要勢力だったこともある。 1933年の禁止法廃止後は急速に衰退した。オハイオ州シンシナティにおける1892年全国大会禁止党は1869年に設立され、ミシガン州のジョンラッセルが初代全国委員長に就いた。その後、賛同者を増やし、各地の多くの軍で酒の製造及び販売を禁止することに成功した。同時に、そのイデオロギーは、 進歩主義的な県知にまで拡大した。1910年代には、少数党ながらカリフォルニア州第9選挙区選出会議員、チャールズ・ランダルを第64回、第65回、第66回議会に送り込んだ。フロリダ州の民主党員、シドニー・カッツは、1916年のフロリダ州知事選で民主党の予備選挙に負けた後、 禁止党から立候補して当選した。禁止党の最盛期は、酒の製造、販売、輸送、輸出入を禁止するアメリカ合衆国憲法修正、第18条が1919 19年に可決されて、以降のいわゆる禁止法時代であった。禁酒法時代、党は、法の厳格な執行を求めた。例えば1928年、アメリカ合衆国大統領選挙において、 自党の候補者を立てずに共和党のハーバート・フーバーを支持することを検討したが全国最高委員会は4対3の投票結果で自党のウィリアム・バーニーの候補者指名を決定したこれはフーバーの禁止に対する姿勢が十分でないと感じていたからであった禁止党はフーバーが大統領に当選した後より彼に批判的になった百三十二年の選挙では 党委員長のデビットリー・コルビンが共和党のウェットな要望は、フーバー氏がベネディクト・アーノルドイモ最大の裏ギリシャであることを示していると声を張り上げた。フーバーは落選したものの、進歩主義のルーズベルトにより、1933年にアメリカ合衆国憲法修正第21条が可決され、禁止法は廃止された。党は禁止法の廃止移行休に勢力を失い、 第二次世界大戦後はほぼ無名の存在となった。1977年に透明を全国政治家党に改名した際、タイムは透明変更しても風変わりな政治思想から脱却することは疑わしいと示唆した。その後、1980年に元の透明に戻している。それでも近主党は毎回大統領選挙の候補者を立てたが、 得票数は回を重ねるごとに減少した。10万票を超えたのは1948年の選挙が最後であり、1万票を超えたのも1976年が最後である。2012年の選挙ではわずか519票しか獲得することができなかった。金主党は2003年に分裂した。前大統領候補のアールドッチがコロラド州に 全国禁止党というライバル政党を設立し、ドッチは2003年8月に自宅の居間で指名委員会を8名で開催し、ライバル政党の大統領候補に指名された。一方、ドッチのライバルたちは2004年2月にジーン・アモンドソンを大統領候補に指名した。ドッチ派もアモンドソン派も相手方の正当性を認めなかった。アモンドソンは ルイジアナ州で禁止党として立候補した。ドッチはコロラド州で禁止党として立候補したが、アモンドソンは同州で国民不安党の支持を受け、ドッチに対抗した。アモンドソンが全国で1944票を獲得したのに、対しドッチは140票しか獲得できなかった。2007年12月にドッチが死んだ時、ドッチ派は、 大統領候補者が決まっていなかった。2008年春、ドッジ派はアモンドソンを大統領候補に指名したが、副大統領候補には自派閥のハワードリリックを指名した。また、この二つの派閥は1930年にジョージ・ペノックが金主党に寄付した金をめぐって争っている。金主党は1872年以来、毎回大統領候補を立てており、 民主党と共和党に次ぐ最も歴史のあるアメリカの政党である大酒飲みの進歩、禁酒運動を支援していたナザニエル・カリアー作のリトグラフ、1846年1月、ありがとうございます。